いやあ、皆さん元気されてますか？ということで、うさぎでございます。今回もね、日本保守党のことについて言及していこうかなというふうに思いますが、何を隠そうですね、大阪梅田回線でございます。今回の動画はね。っていうのがですね、まあ、皆さんね、なんとなくお気づきかと思いますが、衆議院のね、補選の関係、4月の28日、まあ、なんて言うんですか、衆議院補選ね、参加されるということを、有本さんとですね、百田さんのね、合意をもとにですね、日本保守党初初陣選ということでね、発言されてたんですけれども、それと同時期に、ね、今回もですね、予想される内容ですね、まあ、衆議院補選されるときにですね、どういう状況になるのかっていうことをですね、言及していこうかなというふうに思っております。ということで、ちょっとこれ見ていただきたいなというふうに思いますが、岸田文雄首相ですね、敵に回した日本保守党街頭演説大、聴衆ということで、LGBT 理解増進法がね、境目ということで、今やね、政権打倒のムーブメントにということでね、どっかでね、この記事について言及してたかなというふうに思いますが、まあちょっと再度ね、見ていただければいいかなというふうに思います。特に、大阪梅田、あの伝説の大阪梅田回線ですね。まあなんていうか、いろんな問題がありましたけれども、結局ね、あの火の手が上がったと思ったらですね、その火の手がですね、どん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 落ち着きを見せてですね、今やね、アンチの人たち全然何もね、このことについて言及しなくなったと。いうことで、いや、犯罪なんじゃないかとかって、あれだけ騒いでてですね、百田直樹さんが捕まるとまで言ってた、あの、ツイッターでね、ツイッターでそういう発言があったんです。にもかかわらず、誰一人としてですね、まあ、なんていうかな、行政処分を行われたわけでもないですし、必要性がない、ということでね、まあ、なんか多くの著名人の方々がですね、言及してたにもかかわらず、今回の大阪梅田、まあ、前回のね、大阪梅田凱旋の関係で、まあ、日本保守党がですね、学んだこととかっていうのをですね、まあ、プラスアルファで、ね、ちょっと考えていこうかなというふうに思います。で、最初ですね、平井さんがですね、話されてるのはですね、この、岸田文雄さんがね、内閣支持率がもう 30% 以下ということでね、言ってることで、まあ、いつの話やねんというふうに思いますけれども、これね、懐かしいですよね。30% この時まだあったんだと。で、この後に、まあ、国会を開いて、まさかのですね、国会議員のですね、特別公務員の給料増額ということで、30万円だったかな、上げるということで、まあ、衆議院の関係をもうすぐにね、なんていうかな、法案提出して可決されたということでね、一部の国会議員ですね、特別職に、存在している、公務員の給料がですね、一律アップということで、これがですね、一気に下がったと。で、増税の流れで、まあ、あの、財務省関係と、そして、プラスアルファで、今回の裏金事件、雑所得の関係ですね、脱税が疑われているということで、今や、もうね、朝日新聞はですね、まあ、その政権与党側で批判するので、まあ、基本的にその支持率っていうのがですね、まあ、もう 10% 以下とかになってきてるというふうにね、報道したりとかすることもありますけれども、ね。ということで、ここでですね、ベストセラー作家の百田直樹さんとジャーナリスト有本さんがですね、まあなんていうのかな、日本保守党を先週末大阪梅田で行ったということで、街頭演説の想定を大きく超えるね、聴衆が集まったことが注目されることであると。で、リベラル親中ですね、まあなんか中国に媚びへつらう感じですね。で、ではですね、まあその大逆風を止められないという声を受けてですね、自民党保守派、ね、高市早苗さんだったりとかね、15日自身のね、主催の勉強会を発足させるということで、フジテレビのね、上席解説委員の関係で、平井さんは LGBT 理解増進法に触れましたよと。で、岩盤保守層っていうのをですね、ここで言ってるんですね。で、僕の動画の中でもですね、何回も、この岩盤保守層ということをね、言ってるんですけれども、これはもう皆さんなんとなくわかっていますよね。理由はもう明確に答えが出てると思いますが、自民党っていうのは、やっぱり安倍さんが一番力持ってたんですよ。ね、特にその安倍さんがですね、まあ、日本に対してですよ、移民政策やりますとか、まあ、これもね、安倍さんがね、出席でやったわけじゃないんですけどもね、その、目をつけたっていうところがあるんだよね。まあ、いろんな兼ね合いとかが当時存在してたっていうのがあるんですけど、その移民政策をまあ主要でやってしまって、外国人をですね、流入させたりとかしてたんですけれども、まあ、それと同時期にですね、その経済対策っていうのを打ってですね、まあ、保守側の人たちがですね、まあ、大いに喜ぶような法案をですね、可決していたと。だから自民党を応援する層っていうのがですね、保守層の中、特に、自民党に投票してくれてた、この保守層の人たちですね。そういう人たちが、まあ、投票してくれてたんですけれども、今回岸田さんとですね、ワクチンの流れですね。そういったことがあり、まあ今回この岩盤保守層っていうのはですね、自民党をこき下ろすためにですね、自分たちはもう投票しないよということで、この層がいてくれたから、自民党の内閣支持率っていうのは基本的にどれだけ落ちたとしても 30% 以下にならなかったんですよ。あの、桜を見る会だったりとかですね、森かけ問題だったりとかっていうのが、ね、あの、出てきたにもかかわらず、あの時出たんですよ。ね、安倍さんをこき下ろそうと、自民党を解散させるんだっていうふうに、思って政権打倒させるんだとかっていう風に言ってた。あの段階でも支持率は 32% あったんですからね。これは僕たち保守層の方々がどれだけ、やっぱりね、この日本の中で一番いるかっていうことをですね、明確に表した根拠だと思いますよ。で、
岸田自民党は敵になったということで、まあ、この僕たちこの保守層、岩盤保守層がですね、自民党の敵になったということで、平井さんは言ってると。で、普通の感覚だったら、まあ、徴税がね、余裕の関係であるんだけれども、財務省ナンバー2が税金を滞納していることからということで、このナンバー2って誰ですかって言ったらですね、皆さんお気づきかと思いますけれども、あの人ですね。はい。まあ、簡単に言うと、財務大臣、鈴木財務大臣の、人だよ。誰だっけ、副大臣の人。なんだっけ、自分の持ち株会社の税金滞納しまくってた人ですね。ということで、まあ、側面、罷免されるはずだ、ということで、ね、言ってました。で、これで辞める悪しき 前例になりますよ、ということで、副大臣を辞任させざるを得ないということになってしまったと。で、まあ、これは相当にまずいですよ、と。で、ここに繋がると。大阪梅田開催の関係につながると。まあ、週末驚るべき映像を見たということで、ベストセラー作家の百田直樹さんがですね、立ち上げた日本保守党が、大阪梅田でね、凱旋するとき想定以上の人が集まって危険であるということで、警察の要請を中止したということで、皆さんお気づきでございましょうか。今回ですね、まあ、東京15区の関係でですね、選挙するときに、大阪梅田を多くの聴衆が埋めたんですね。で、警備を、まあ、いわば警察をね、出動させてですね、要請を、まあ、なんていうのかな、中止を、街頭演説の中止を図らないといけないという状況下になって、多くの、まあ、特にね、中日新聞がですね、こぞってね、日本保守党をですね、批判してたわけですよ。警備が甘すぎるとかなんだかんだって言って。まあ、アンチコメントとかめちゃくちゃ言ってたんですけど、元公務員の立場からですね、僕はそれに真っ向をぶつかってですね、お前ら違うぞと、おかしいこと言うなと。警備っていうのは基本的にはね、自分たちの私費で、やってるし、もっと言うと、今回初回の街頭演説だったと。で、前々回と前回に関しては告知がなかったんだと。今回に関しては告知があるんだと。で、これだけの多くの人たちが集まると予想することもできなかった。ね、それだけ、百田さんと有本さんが自分の実力っていうね、自分のことを好いてくれてる人たちがどれくらいいるのかっていうのを認識できなかった。今回はそれが分かったんだ。だから警備も雇うよ。で、これをやったってことはどういうことかっていうことは、もう明確に答え出てますよね。どこかのタイミングで選挙出るよって僕は話してました。はい。ということで、東京15区に関しては、4月の28日ですね、参加することになったということだったので、16ですね、参加するということになりましたので、これは、あれですね、有本さんは今までですね、日本保守党ですね、まあ、発足して、約7ヶ月ですけれども、7ヶ月か、まだか、まだ7ヶ月か。普通の政治団体、すいません。普通の政治団体だったら1ヶ月ぐらいだね。1ヶ月ですよ、ほんと。1年か。1年ぐらいで、なんか、なんていうのかな。やっと支部立ち上げれるとかさ、やっと市議会議員選挙とか、なんか、市長選だったりとか参戦するとかって話になってると思うんだけど、いきなり国政選ぶからね、ほんとすげえなって。日本保守党って本当にね、まあ、東京も何度も何度もですね、言ってますよね、チャンネル登録者。だったりとかですね、視聴者数から見てみればですね、僕の10倍ね、ニュース朝8時は存在してるし、百田さんのですね、その YouTube チャンネルはですね、毎回のようにですね、50万回、60万回とですね、見られてると。で、これは何を指し示してるかって言ったら、もう明確に答え出てるわけじゃないですか、皆さんね。もう答え出てますよ。何かと言ったらですね、彼らが一生懸命活動していることによって、まあ、その、僕よりも10倍の視聴者層っていうのが存在していて、で、プラス東京のね、視聴者さんっていうのは23区で分かれるんだけど、江東区ちゃんと入ってるからね。っていうことは、それだけある程度政治的なリテラシーが存在している人たちが多いってことなんですよね。で、東京梅田の凱旋全部繋がってるよと。だから、我らが、有本さんがどれだけですね、戦術家でですね、戦略家であるかっていうのがですね、なんとなく分かってくれたかなと。で、まあ、その前のね、動画とかを見ていただければいいと思うんですけど、その中でですね、僕は動画で作っているとは思うんですが、有本さんがですね、今回特別優等関係の軍師、また、簡単に言うと、現在日本と日本保守党っていうのを繋げた橋渡し的な役割をしているのは有本さんだと。で、それをずっと隠してて、サプライズ的にですね、まあ、河村隆さんと百田直樹さんが繋がって共同代表にしましたよと。で、まあ、多くの人たちが今回にこのことについてですね、言及し始めたんだけど、結局問題起きてないでしょ。っていうことは、アンチは騒ぎたいだけなんですよ。視聴者さんの人たちに言いたいんですけど、これ。だから、日本保守党って、今回まだね、発足してまだ7ヶ月だし、もっと言うと、1年も経ってないんですよ。で、もしかしたらですね、発足してから2年目の段階で国政政党になる可能性がある団体なんですね。普通の政治団体はここまでうまくいきません。正直な話。よくやってる。有本さんは相当うまくやってると思います。それだけ、彼女が自分たちの実力だったりとか、準備だったりとか、やるべきことっていうのをですね、細かく分析して、やってるんですよ。で、それをやってると、ニュース朝8時の、情報とかっていうのの精査ってできなくなるんですよね。ここに関してはその通りなんですよ。だから、間違ったことを言ってしまってもおかしくないよねっていう話にはなるんだけれども、じゃあそれを言いたい。僕はもう一個言いたいことがある。じゃあ今、既存メディアの古代新聞だったりとか、
週刊文春だって今回松本人志のね性加害問題言ってるけど、結局性加害なかった可能性があるわけでしょ。性加害やってるかどうかわかんないでしょ。結局不倫騒動だった可能性がある。で、性加害っていう言葉を使って今回ね松本人志さんをテレビからこき下ろしたわけじゃないですか。いや、既存メディアはこれだけのことをやっといて、有本さんが主催するね、有本さんと百田さんが主催する主要のね、ニュース番組ニュース朝8時をこき下ろすアンチの輩は何が言いたいんって話しますよ。お前らちゃんと見ろよと。どちらも公平に芝くんだったらまだわかるんだけれども、君たちは今までね、横暴に横暴を重ねていたこのメディア関係の人たちに対しては、いや、こうなんだ、ああなんだってね、意見言ってたかもしんないけどね、新たに出てきたこのニュース番組 YouTube できちんと主張している人たちね、特に保守論客として存在している人たちに対してはですね、いや、ちゃんと精査しなければならない、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないみたいなことを言及しちゃってる時点で、君たちがやってることっていうのはどれだけお粗末かっていうことがよくわかるってことなんですよ。いや、きちんとね、情報精査するのは正しいことかもしれないけど、たかだかね、有本さんの主張だったりとか考えが、多くの人たちと意見が違うだけでしょ。それは全ての人間がね、間違ってるってことはあるかもしれないけれどもね。だって、普通さ、自分はこのことに関しては好きですとか、これはこう思いますって言ったらさ、いや、そうじゃないんじゃないかとか、こうなんじゃないかっていうことが民主主義でしょ。それミスじゃなくて考え方の違いだからな、というふうに思うんですけれどもね。まあ、その関係で、大阪梅田の関係がですね、いわばプラスに働いてるよと。今回の動画で言いたいことは何かって言ったら、大阪梅田凱旋、あれだけで問題になったと。あれだけツイッターで言われて、あれだけ YouTube でですね、著名人の方々から言われてた、あの大阪梅田凱旋が東京のね、15区の補選に使われるんですよ。ね、皆さんよく覚えておいてください。日本保守党ってこういう団体です。ね、自分たちがやって世間を騒がして、いろんなメディアでね取り上げられて、結局日本保守党の糧になってるんです。だから信じましょう。だから彼らがやってることっていうのをですね、僕たちはどれだけ多くの人たちがあれだけ文句言ったとしても離れないで見ておいてください、ね、時間はかかります。明確に答えが出てます。だけどちゃんと統制を拡大していってます。これはもう明確に答えが出てる。党員の数に関しても、ニュース朝8時に関してもね、百田さん、有本さんの主張に関してもね、彼らは間違ったことをしてないんで、そうでしょ？ということでね、今回動画締めさせていただこうと思います。面白いと思いましたら、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。以上です。